はい、それでは、早速始めていきましょう。第117回 KF ゼロニウム紅白戦スタートします。盛り上がっていきましょう。イエー。はい、それではスタートボタンを押して始めてください。はい、 OK ですね。117回、ゼロニウム紅白戦スタートしました。本日は22名かな、今のところ。ご参加ありがとうございます。はい、というわけで先方戦は 1P 側が ATM です。3号 2P 側がハヤト。まあ2人とも久しぶりなのかなになりますね。ATM デスさんの方が ATM も ATM さんも含め、まあ、3人できたんで同じチームという感じになっております。本日は先鋒戦はカスミ対、ジョン。開幕ガウフからワンコンボ決めてもう一回、これは理論上詰むところになんとか中央に逃げて D 投げ禁止から構えをうまく使っていく。あ、気づいたら亀味。さあまた亀味、しかし今度はゲージがあるのでどうなるかわからないところですが、うまい待っているシワから前転で壊しコパンを重ねる。白山が強い、残っている。壊しコパンからいや、うまい立ち絵禁止はかなり安定のまあ行動ですね。さあ、ハヤトさんの中堅のホクシー。さあ、開幕中断で見やすかって、この組み合わせが多分相当ホクシー頑張らないといけないというか、乗っかられると本当に悶絶するんでね、それまでが大事という感じでしょうか。ゲージもないのでちょっと不安なところですね。霞がこの体力とはいえ、さあ霞の体力がここで削れる。しかし先方の霞がまあゲージを残して死んだのでかなりまあ仕事したといった感じでしょうか。続いて 1P 出てくるのが裏ロバー。さあゲージを持った裏ロバー、ここで出てくる飛び道具から危ない、おっとよく我慢している。あそこは激しい読み合い、カウンターからもう一回友人客がめくれたのか。須田からつっついてガキャン後転、このつっつきはやらしい。スライディング決まって、さあうまい、ああ吹っ飛ばしが面白いように当たる。ここは切り返していくがよく見ている、ぴったり殺しきってフォクシーの勝利。さあ上よく見てますね。ここで ATM で3号の大将のパオ、まあ、ゲージが2ゲージでちょっと難しいところですね。おっと当たってしまう、ここは発動が出ない。この発動コンボ本当難しいですよね。さあしかしここはうまくフォローしてピンディはガード、膠着状態が続くが、さあワンコも刺して亀橋下がって、まあ、隼人さんが決して無理をしない立ち回りですね。走って逃げる、つっついて、さあ前転からここは使わざるを得ない。しかしこれが減る、死んだ、ちょっと残ると思ったけど死ぬ。さあこれでまだ分からなくなって対象戦出てくるのはネームレス。さあネームレス側のゲージがないのでちょっとまだ分かんない状態ですね。さあちょっとごちゃごちゃしていますが、飛び道具はしゃがんで避ける、うまい、よく見ている。さあちょっとパワーが入り込みづらい状況、残り大根も少ない。前がかさ当たり、前へ、おっとこれはおいしいワンコも刺さってまだ分かんない、前転で回避。さあ難しいところ、立ち絵で前を潰す、やっとうまい、ガードしている。さあ答えるか、あー吹っ飛ばしが漏れてというか、まあ前を潰そうと思ったのかな。終わり際に前を刺して勝ったのはハヤト。ゲームオーバー。
続いてワンピがするのはうどんさん、まあ、ATM エース3号さんと一緒に来たプレイヤーですね。町田の方って言ってたかな。さあ気になるキャラクターは 3K、 新しい形の 3K が出る。 K ダッシュ草薙かすみ。ハヤトさんは変わらずかな。先方はおちょっと珍しい、K ダッシュ対ジョン。ジョン先方っていうのもなかなか珍しいですね。さあ起き上がりがやはり遅く、重ねるのが難しい。さあ昭和モード、まあ、ジョンゲージがないとやっぱ切り返し手段がね大変なんで、1番に置くっていうのはなかなか珍しいんですけども、まあその分相手がゲージなくなった時にね、まあない状態で端に追い詰める確率も高くなるので、まあそこを狙ってるんですかね。おそらく今のところはジョンがリードしている。さっき消してし投げから、あと起き攻めがやっぱしづらいですね。起き上がりがジョンすごい遅いんで、空車にまで決めてジョンが先鋒戦勝利。中継の草薙、おっとここでガンピが来る。ガンピさんエントリーしましょう。はい、さあジャンプ飛ばし食らって D 投げ、さあめくりきれず逆に C 投げをもらってしまう。カーキャン工程から、さあ画面端は危ない、位置が入れ替わって、ハイケーキは結構ゲージ溜まるのがでかいですね。で相手を動かすことができるのもジョンの強みか。ここはバラしていく強気な選択肢。おかげ姿に追われたか。さあこれ早田さんの中堅北斗、うまい差し込む形、さあ C が上に長い、うますぎる。あれは走れないのかな、あの距離は。しかしうまい判断。さあうどんさんなんか逆転のきっかけを作りたいところですが、さあ早田さんの立ち回りが硬い。おっとここは漏れてしまう、音がめはないがそのままフィニッシュ。ちょっと痛いゲージの払い方だったか。なんか仕込みつつ闇払いとか出して暴発しちゃったのかな。でうどんさんの大将のかすみ、さすらで一気に画面端、うまい後転からここまなげて追いかけきれない。フォクシーの前転姿が消えるんでね、前後転がなかなか遠がめづらいですね。さあフォクシーのリーチがない長いのでなかなか突っ込んでいけないか。ここで発動、ここはミス。いやーしかしフォローしている。さあ結構減るんですよねあれが。ここは強気に使っていくでしょう。なんとか取り返して大将戦へ出てくるのがネームレス。さあ聖戦が始まる、ゲージは同じぐらい。さあこの状態だとかすみも全然いけますね。さあしかしゲージを1ゲージ払ってしまってちょっと不利な状況、発弾が強い。さあ2ゲージ溜まってしまう、ここで壊しでも一発刺さろうものなら即終了してしまう。さあ霞側もやはり慎重にならざるを得ない。危ない、さあ画面端津田からめくっている、うまい。ここは弱で一発、体力は若干霞リードか。うまい、出す小間投げ刺さってネームレス後がない。ここは投げ外す。さあ残り10秒、うまい、ここで落とす。シーソーゲームが続いて、あー危ない、あーさあさあ会場がだいぶドヨドヨしましたね。勝ったのは隼人。さあ続いてがこの男言い訳シンフェア。一応まあ今年は
バーサス来れるのが今日で最後ということでね。ラウンド1ファイト。あ、そうだ、来週はクリスマスイブですね。皆さん来てくださいね、予定のない方は。はい、というわけで見ていきましょう。ベニマル対ジョン、 D 投げしてジャンプ飛ばからこれだ、一発刺さって追い打ちから、うまい、表ジャンプ C、 ジャンプ C と乗っかっていく。ゲージがないうちは、片手駒は返せません。中段刺していって、ここは強気にパラしていく。中段また刺さる、うおすごい、ジャンプ D からなんだかんだで先行先行勝負になっている。ウエス長はさあ残り時間10秒切ったところで、うまい、あれの判定発生ともに優秀、よく見てましたね。先方戦取ったのは隼人、続いて中堅の K ラッシュ。ここはもう何事もなかったかのように K ラッシュは仕留めたいところですが、さあそうはさせないと、構えをうまく使っていく。C 投げ、いやーここは強気、お家に帰んな。ラウンド3、さあ先ほどからだいぶ活躍が見られるこのボクシー、相打ちになって飛ばしで追い打ち、さあ表しっかりガードして、さあリーチが長い、本当相手のやっぱりうまい、ここは発動、今度はうまく決めていく。しゃがみ C で安定して追い打ち、落ち攻めを取ったのかな。ボクシーのリーチがすごい長いんで、なかなかねその周りを制圧されてる感があって動きづらいんですよね。最後も突っつき、さあ K ダッシュが何も仕事をせず終わってしまう。大将のネームレスに回ります。さあしかしゲージはたんまり持っている。ここをまあ2ゲージぐらいで抑えたいところですね、ネームレス側は。ボクシーはもうこのまま発動コンボでも何でも決めて仕留めたい、終わらせたいところですね。といったところにネームレスのワンコンボが刺さって、置き攻めはジャンプ A ガード、もう一回ジャンプ A ガード投げて、もう一回投げる、今度は投げ返されて、うおーなんかすごい。さあ中段、これがボクシーの死に際、危ない、ここで発動してしまう。しっかり決めてフィニッシュ、減った最後。続いて 1P 側は涼二さんが座ります。まあメインはイレブンの方ですね。オーダーセレクト。さあ別名ハリオ様ですね。ラウンド1ファイト。はい、先方が、ウラシェル対ジョン。あ、これはどうなんだろうな、なかなかあんまり見ないからちょっと分かんないんですけども、こうなるとさすがにどのキャラも一緒か、厳しい。ちょっと見つけて逆に反撃をもらってしまう。ジャンプ C からしゃがみへ振っていく。まあ裏背側の飛び道具とかがちょっと、まあ、機能しづらそうですね。構え中のスラとかでも抜けられちゃうと思うし。ジョン側がリードしてればゲージ貯めればいいだけですからね、離れてね。この状態は裏シェルちょっと苦しそう。いやーガードポイント強い、ガードポイントプラス中段だったかな。ジョンが先方先制して、続いて中堅のラルフ。さあここは果敢に投げを狙っていくが遠いところにいる。おっとこれは構え中がねガードができないので、そこをついたラルフタックル、足払いからジャンプリー、うわーしっかり屈伸している。いやーなんかすごい、しかしラルフキックが当たって中段が刺さる。昭和から走って、さあ料理さん側はこれ以上体力を減らしたくないところ。うおーうますぎる、ラウンド3ファイト。
さあここで飛ばし、さあ打ちガラジャンプ飛ばしフェンシュ、さあここで両次さん大将の山崎、さあしかし隼人さんのゲージがマックス、これは迂闊には近づけない、さあ逆転点からうわあそこでもカバーされる、あ山崎はちょっと大側になるとなかなか苦労しそうですね、一応投げ等あるんですがどれもリスク伴いますからね、さあジャンプ D 集団からうおー取る、ジャンプ D うまく攻撃を当てていく、表今のは絶妙、しっかり締めて終わってしまう、はい続いて、まあ、メイさんですけど、メイちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねさんです、なんか聞いたことあるようなないような、オーダーセレクト、ラウンド1ファイト、先鋒戦はマイ対ジョン、さあ先ほどからだいぶ先鋒ジョンにみんな苦しめられてる感じですね、さあしかし今のところうまい具合に前が固めている、さあ脱出して足払いから、さあ前が縦横無尽に暴れ回る、早いジャンプティーからここはうまく落として、さあお互いまだあまり体力が減っていない、20秒を切る流煙部からジャンプリー足払い刺さって投げを外す、おっと飛び道具とエンジンの相打ち、ここはシーで暴れて残り時間も少ない、リードは若干うまい、ここで刺さる、これは痛い、あとは逃げ切るだけと、しかし貪欲にダメージプラスゲージを奪って前の勝利、これはだいぶ名産が美味しいですね、だいぶ先ほどからここでストッパーになっているフォクシー、ここはまあ止めたいところですね前側が、さああれがフォクシーちょっとなりがちですね、位置が入れ替わった時、ここはワンコンボ刺して前の体力はおっと残りわずかなところで中段気味のジャンプシーが刺さる、ネスツは世界最大の暴力、ラウンド3ファイト、で両下が対北斗、これ両側結構大変そうだな、ここはこう放っていってスターキャン投げて、さあここは C 投げ、ここからチャンスがあるか、さあしかし冷たく後転、あれが一瞬どっちに行ったか分かんなくなるんですよねフォクシーって、さあしかし状況はあっかあここで漏れてしまう、これは痛い、さあなんとかゲージを溜め直すがここでワンコンボもらってしまう、今の3ゲージ放出がかなり響きそうだ、これ大将のメイリー走ってワンコンボ、ここはまだ発動はしない、うわうまい、あそこで見られてるとメイガは相当苦しいですね、さあちょっとネタっぽいのも見えている、くっついて走って遠心、ここでもまだ対空する、さあだいぶ冴えている隼人、逃げジャンプ C が中段になってジャンプ飛ばし、さあここからメイリーなんとか頑張りたいところ、金 D から
さあガードが硬い鉄壁、いやーこれは厳しい。はい、ここでワンピガワがチャピさんですね、平成勢のチャピさんです。オーダーセレクト。あ、キャラはケーラスクーラーね、メセ。おお、鉄板の夫人。ラウンド1ファイト。さあこれは一回追い詰められたらジョン側が地獄を見そうですが、危ない、そうなってしまうのか。ここはリバハイで脱出、マンコも出して、またまた亀味、これは切り返し手段が相当乏しい。死投げで位置を入れ替えられて、もう一回死投げ、ここは D で暴れていく。昭和から中段、さあよくガードした、しかし中段が待っている。重ねて D 投げ、さあ中段でチクチクダメージを取ってはいますが、いやー残りジョンの体力がもう少しあればといったところ、これは苦しい。背景機にジャンプ B が刺さる。アーケーラス対北斎、さあ先ほどから本当に動きは冴えてますね、すごい絶妙に歩いてからの壊し、おっと受け止めて、さあケーラスはまだ慎重でしたが、インシュートの間にジャンプ飛ばしが待っている。でチャピさんの中堅がクーラーかな、クーラーですね。さあ開幕これ美味しい、競売手まで決めて、さあ MB と吹っ飛ばしが相打ちになる中段、これはうまい。後天はやっぱ1個の対策ですね、北斎に対して。ここはスライディングが届かないからのしゃがみシール、逆に移動後転、さあ目まぐるしい展開、ブレスに引っかかってジャンプ D から、うわー中段ジャンプ A かな、それだけ。さあちょっと離れていましたがガーキャン前へ行くとジャンプ通しガードして NC からうまい、さあ SP に引っかかってしまい斜め下 C はガード、さあまだゲージはやはりネームレス側使えないですね。ここは温存前でフィニッシュ、ここでワンチャン掴むか、状況はほぼ五分ぐらいですね。これはもうどうなるかわからない。カヤトさん側が若干不利か。あ、開幕。これはいけるのか。いけないか。あのレシピは。中段から。さあ最後も中段。さあハヤトさんの連勝がここで止まる。勝ったのはチャピ。